今日お友達からコバフォーク送ってもらいました。小林さん男前やな。石破さんも短命やろし、高いっちに引っ込んでもらってこの人が首相になったらええんちゃうのって思ってしまう。高いっちの応援団比例は別の政党書きましょうとかやってるからな。もうあの悪夢の、いやいや現実地獄やったやんの、あれはやめてね。産経新聞2024年10月17日 G 校全国で苦戦、政治と金、国民から厳しい視線、立憲躍進、衆院選ぶやつ序盤調査。ほんまにやめてね、あの悪夢の、いやいや現実地獄やったやんの、民主政権の民主の連中やで立憲なんて。今の代表の野田の吉彦、消費税 10% に上げるんやったら首相辞めてやってもええで言うて、今はなき AB さんに言って辞めてもらってんで。野田さんの目標は常に政権交代やね。政権交代だけを目標としてはるので、消費税 10% に上げろって指令されてたはず。その目的が果たせたので政権交代したんや。今の幹事長の小川の順や、危険よ。消費税 25% までに上げようって企んでんねんで。2011年10月12日日本経済新聞、50年までに消費税 25% に、民主小川。あの悪夢の、いやいや現実地獄やったやんの、民主政権の民主の当時ですね、政調副会長やったやな。民主の小川の淳也は11日の日経 SNBC 番組で個人的な見解として、2050年までに消費税を 25% に引き上げる必要性に言及した。高齢化社会に対応するためで、社会保障給付の見直しも提唱した。そういう奴らに政権任せたらあかんで、マジで。小川の淳也って映画の主人公になってて、なぜ君は総理大臣になれないのかやって、もうずっとなられへんよ。鳩山の幸男が民主作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてて、社会党が社会の窓主義、インターナショナル、実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な人たちの集まりやねんけど、私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。社会党系の学者と仕事をする光栄な機会に恵まれてしまいまして、毎回毎回、これはね、言えないんですけどね、から始まる打ち合わせ。先生、言えない話結構ですから、家の話だけお願いいたします。次何しますって聞いてたら、上目遣いになってきはって、政治学者ってこの程度でなれんのっていう話しか教えてもらえない。肩書きが立派すぎる先生で、誰か言いたいねんけど、まだ伏せとくわん。家の話がないのよ。え、どういうことって。で、その時の責任者の方に変な怒られ方するんですよ。君はね、こういうことやってるんだよ、って。それって私の仕事そのものズバリやねんけど、やったらあかんの。だったら私いらんやんか。どういうことって、ちょっとこいつらの足を引っ張りたくなって調べ出したんです。もうイライラすんの嫌やし、自分の気持ちに素直に生きようって思ったら足引っ張りたなるやん。我慢は体に毒やから、いろいろ調べ出したら、前の世の祖はなぜ行われたのか、帝国政府声明文に書いてあるっておっしゃってる方がいて、だったら国会図書館で調べればわかるんじゃねと思って調べたら、ズルズルズルと出てきて、社会党の本質、先人の書で調べたらわかるんじゃねと思ったら全くわからへんかって。戦時中は社会党ってええもんちゃうかなと思わせてて、日本は日独いい言うて、ドドイツのひーちゃんや、イタイタのムッソのリーニが組んだんや。ドドイツのひーちゃんがいたナチナチって国家社会主義なんですね。イタイタのムッソのリーニは社会党やったんですよ。その当時政党体制翼賛会やってんけど、この絵の文丸が創設者で、ドアカやったんや。この絵ってめっちゃええところの子やねんけど、乳幼児の時にお母さん亡くして、ちっちゃい時にお父さん亡くされて、ちやほやされてたのに世間が冷たくなって、社会を恨みはったんや。赤く染まっていって、朝日新聞の記者、後に死刑になる尾崎のほつみを内閣に入れ込んだんですね。トムさんの主義者であり、ソビエテタ連邦の酸っぱい先導者。死刑って日本の宝やと思ってる私。死の刑になってて、なんかスッキリって思ってんけど、ゾルゲの事件いうのがあってんけど、赤くて酸っぱい勢力の手先みたいになっていったよ。洗脳層のお膳立てをして、すべての責任を東条の秀樹さんに押し付けて、東条さんが、ボロクソ言われるようになってんけど、結局社会党って、トモさんのと、トモさん共催なんやけど、そこと同じ組織やったんですね、第二インターナショナル時代まで。多分きっと、ドドイツのひーちゃんも、ムッソのリーニも、世界のからくり知らんかったはずやねん。教えられてなかったと思うねん。お国のためにって考えはったと思うねん。ドドイツのひーちゃんやったことって、極悪非道みたいになってるけど、自国の自分と同じ人たちには優しかったんで。ドドイツの道路、アウトバーンとか調べてみって感じやねんけど、自分と同じ民の族のことしか考えてなかったみたい。だからひーちゃんは
同じ民の族に選ばれた。世界各国で王室が潰されて共和国制になっていってんけど、それやってきたのが第一、第二インターナショナル、ロシロシで大きな核の命が行われて、それが成功してレーニンが第三インターナショナル、コミンのテルン、国際共産党に独立させて、そこに行かなかった人たちが社会の窓主義インターナショナルに行って、とても恐ろしい計画を知ってしまいました。国民が選んだという形を取らせて、資本を潰させて、社会の窓主義の世界に誘い、後に友さんにしていく、世界を一つにワンワールドっていう計画がありました。私たち日本国民は資本主義国、日米同盟があるからなんとかなっていて、資本だけが自由に楽しく生きられるシステムなのに、スピリチュアルや意識高い系のセミナーにハマってらっしゃる方、宗教にハマってらっしゃる方は、資本がダメなものと思い込まされてるから厄介なんですね。うちら日本国民は資本と日米同盟だけ守ってりゃいいね。それには自民しかないね。ほしほしうるさい人たちって、自民の票を割らせようとしてきたやんか。AB さんと自民を支持していますが、比例は別の政党を書きましょうって、ずっとやってきたやん。次世代がなかった次世代のと、日本のなんかをなんかすると、とか、あった時。で、今は高市のために、比例は別のところを書きましょうってやっとるやん。県議の養牧さん、養牧って信者やねんけど、天理教の信者さんの高市持ち上げて、県議の信者さんであることのソースは新聞赤い旗やねん。友さん系の新聞。友さん共産やねんけど。自民の総裁にしたい人たち、他の政党を書かせようとしてんねん。自民の票を渡すことを使命としとんねん。政治家は人で選ぶものではなくて、組織で選ぶもので、いいこと言ってるからこの人に託すのではなくて、自民というだけで入れといたらええのよ。私たちが見せられてるものって、お総面劇場、お総面劇団員の寸劇っていつも言ってんねんけど、自由なお総面屋さんって呼んでるところ、自由フリーお総面メイソン。有名な秘密基地やねんけど、トモさんのとトモさん共産。あそこって、コミンのテル、国際共産党第三インターナショナル。で、日本のトモさんの党は、コミンのテルの日本支部として誕生。中の国のトモさんの党と同じ組織やねんけど、コミンのテルンはもうすでに消滅したことになってんねんけど、自由なおそうめん屋さんが指導団体だったので、亡くなったふりしてるだけでしょって見てるとしっくりいきます。おそうめん屋さんのお女神にかなった人しかトップになれないところが雨の理科、でんてんじいさんがやってるところ。そろそろトライアンに移すんちゃうの？国民が選んだという形を取らせて、資本を潰させようとしている人たち、自民の票を割らせようとしている連中、比例は別の政党に書いてはダメなんです。比例こそ自民やろ。日本人であるならば保守でないといけないってやってる人たちって宗教系で、保守の代表格の方がクリスチャンサイエンスモニターっていう宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めで、クリスチャンサイエンスがニューソートの基礎になった宗教で、自由なおそうめん屋さんと共生関係にあるんですね。ビヨンドシークレットっていうザ・シークレットも怪しいもんやでを題材にした文庫本に書いてあったんですけど、私スピリチュアルウォッチャーで、スピリチュアルをありがたいものではなくて基本ものとして観察してて、でも10代後半でニューソートの牧師の書籍一生懸命読んでて、潜在意識の活用、今で言う引き寄せの法則やねんけど、ミラクルが起こりまくって、その当時結構すごいなって思うねんな。今に繋がってることが起こってるんですよ。だからスピリチュアル全面否定はできないんですけど、今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってて、これからの時代はパラダイスですって言うてる連中は、私がキモいと思ったニューエイジ、新しいエイジ君やと思うねんけど、日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中はニューソート運動やと思うねん。教会やセミナーに行ってしまうと革命戦士みたいなことやらされてしまうんやろな。自分は正しいことやってるって、無邪気に国壊しに加担してんねんやろ。